最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はリキッドリーパーフェクト、マルタズエイジ必死に追いすがります。カカノコビーナ抜けた、カカノコビーナもう一伸び、カカノコビーナゴールイン、カカノコビーナ1着、2着にはどうやらセントストリート、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カカノコビーナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。カリスマコルム必死に追います。2番手はシェルドーン、カカノセルシオ、この馬で決まりか。カカノセルシオ今ゴールイン、段違いの強さです。カカノセルシオ1着、2着はシェルドーン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カカノセルシオ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立った、カカノアワジ、カカノアワジ先頭、残り 200m、 カカノアワジ先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は花畑ライラック、カカノアワジ1着、カカノアワジ1着、2着にはどうやら花畑ライラック、これが G1 馬の実力だ。カカノアワジ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はミリオンピアリス、ミリオンピアリス先頭、残り 100m、 オルフェーブル、さらに突き放します。2番手はピュアリズム、オルフェーブル1着、オルフェーブル完勝、オルフェーブル1着、2着はピュアリズム、これはものが違う、オルフェーブル。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は花畑ソアラ、花畑ソアラ先頭、2番手はオーセンベール、残り 200m、 花畑ソアラ先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。マイネブレード迫る、花畑ソアラ先頭だ、花畑ソアラ1着、花畑ソアラ1着、2着にはどうやらマイネブレード、見事に勝ちました。花畑ソアラ、オーセンベール敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は片野瑞稀、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。片野瑞稀粘る、中山フェスタ差し切った、中山フェスタ1着、中山フェスタ完勝、中山フェスタ1着、2着は冒険ブルースリー、中山フェスタ見事な勝利です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はカレージャスキャット、カレージャスキャット、先頭2番手はシャインスウォード、残り 200m、 カレージャスキャット先頭だ、カレージャスキャット先頭、シャインスウォード迫る、カレージャスキャット、カレージャスキャット1着、2着にはどうやらシャインスウォード、カレージャスキャット、ここは負けられない、本番に向けて順調なスタートです。直線に入りました。これからの勝負、さあ先頭に立ったのはピュアブリーゼ、ハフネスドロール、先頭2番手はピュアブリーゼ、追いすがる、残り 200m、 ハフネスドロール先頭だ、しかし残りわずか、ハフネスドロール粘る、コテリオン迫る、ハフネスドロール先頭だ、ハフネスドロール、ハフネスドロール1着、2着にはどうやらコテリオン、見事に勝ちました。ハフネスドロール、コテリオン2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって七夕マーク2、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はノーブルレコード、ノーブルレコード必死に追います。この差は果たして縮まるか、完璧です。圧倒的な強さを見せました七夕マーク21着、2着はノーブルレコード、これは桁外れの強さだ、七夕マーク2。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 一気に後続がやってきた、レッドスパーダ頑張れるか、カレンちゃん差を広げる、2番手はレッドスパーダ、カレンちゃん1着、カレンちゃん完勝、カレンちゃん1着、2着は微妙です、安定してやったり、穴馬に乗せたら本当に強い、勝ったのはカレンちゃん。Thank you.
こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはオーサムマリア、ディスコキャット。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくオーサムマリア行きました。続いて前へ行くのはディスコキャット、さらにはムードプライド、2番ダンシングセレクション、その後ろ。それでは先頭からこの辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはオーサムマリア、アローシップ、すぐ後ろディスコキャット、それに続きます。これに続くのがムードプライド、その外にコーナーエクセレント、その隣にザッツザリーフ、オレンジの帽子、肩のツリー、いい位置につけました。黄色の帽子、ゴールドアンナ、その後ろ。すぐ隣にダンシングセレクション、その外からハブルデグレイス。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ1番オーサムマリア、アローシップ、ほとんど差がありません。ディスコキャット、3番手肩のツリー、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はオーサムマリア、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オーサムマリア先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はディスコキャット、あと 200m、 オーサムマリア先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ハブルデグレイス抜けた、ディスコキャット追いすがります。ハブルデグレイスオールイン、ハブルデグレイス1着、2着にはどうやら肩のツリー、ハブルデグレイス、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはホワイスオーバー、綺麗なスタートを切りました。タタノアオちゃん前に行きそうです。ホワイスオーバー、それに続いています。さらにはスタチェリータ、8番ソーユーシンク、その後ろセントニコラスアビー、後方から。では前の方から見てみましょう。スタチェリータ先手を取りました。16番タタノアオちゃん2番手を追走しています。内からはユームザイン、その隣にアスク、すぐ後ろにソーユーシンク、赤の帽子ホワイスオーバー、その後ろ。その外にフェーム&グローリー、ビクトワールピサ、そのうちに続いています。内からはワークフォース、その隣にブルマニア、その横にタフエッジ、スノーフェアリー、すぐ後ろ。内からはミーズナー、最後方にセントニコラスアビー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から、タタノアオちゃん先手を取りました。緑の帽子ユームザイン、その後ろ。すぐ隣にアスク、すぐ後ろにスタチェリータ、黒の帽子ビッグマウジェスリー、その後ろ。すぐ隣にソーユーシンク、その横にビクトワールピサ、ホワイスオーバー、この馬もこのグループ。その隣にフェーム&グローリー、内からはワークフォース、緑の帽子タフエッジ、その後ろ。すぐ後ろにスノーフェアリー。さあ先頭はユームザイン、アスク、ほとんど差がありません。3番手にタタノアオちゃん、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はアスク、カタノアオちゃん先頭、2番手はアスク、先頭を捉えるか。さあ先頭に立ったのはアスク、あと 200m、 先頭はアスク、カタノアオちゃん先頭です。このまま押し切るか。カタノアオちゃん、カタノアオちゃん、もうひと伸び、カタノアオちゃん、カタノアオちゃん。
カナオちゃん1着、2着にはどうやらリフトワールピサ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カカナオちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オリーブ州、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ボーフォードルチェ前に行きそうです。続いていくのがサーガキャミロン、その隣にベフェルメモリー、その外からフリーオーソ、その外にガンザローテ、その隣にオリーブ州、後ろからの競馬になりました。旗の名神鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。カリビアンアーチ、それに続いています。その隣にマウンテンシェル、しんがりからバンダムジェノを、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。5番ネフェルメモリー、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。さあ先頭は依然として5番ネフェルメモリー、サーガキャミロン、ほとんど差がありません。マグニフィカ3番手、旗の名神ぐんぐんと差を詰めてくる。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はスマートファルコン、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はスマートファルコン、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。スマートファルコン先頭、2番手は旗の名神、先頭はスマートファルコン、1着でゴールイン。スマートファルコン1着、2着にはどうやら旗の名神、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはスマートファルコン。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭は片野ファンカーゴ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は片野カルディナ、残り 200m、 片野ファンカーゴ先頭だ。残り 100m、 片野ファンカーゴ粘る、一気に片野カルディナ、片野ファンカーゴ、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はミヤビランベリ、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。あと 200m、 ミヤビランベリ先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手はブエナビスタ、ミヤビランベリゴールイン。ミヤビランベリ1着、2着はブエナビスタ。まずは前哨戦を制しました。ミヤビランベリここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。Thank you.
コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 アルタズエイジ伸びてきた。さあここからいよいよ最後の勝負、先頭に躍り出る勢いです。カカノコビーナ、カカノコビーナ、カカノコビーナ、1着、2着にはどうやらアルタズエイジ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カカノコビーナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。カリビアンウォード前に行きそうです。タタノハヤシバラそれに続いています。さらにはエプソムアルビルヨ11番、アメリカンファイバーその後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはカリビアンウォード、その外にスピードラブ、オレンジの帽子、シェアドアカウント、その後ろ。その隣にエプソムアルビルヨ、その横にキャプテンサウンド、その外にミッドデイ、その隣にアメリカンファイバー、その外にジェットアンナ、プロビソ、そのうちに続いています。タタノ東北後ろからになりました。並んで6番フリートクリスマス、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から、先手を取ったのはカリビアンモード、タタノハヤシバラすぐ後ろ。並んで12番シェアドアカウント、赤の帽子、エプソムアルビルヨ、その後ろ。すぐ後ろにキャプテンサウンド、並んで11番アメリカンファイバー、すぐ後ろにジェットアンナ、プロビソ、そのうちに続いています。フリートクリスマス、それに続いています。青の帽子、ゴーイングカール、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はシェアドアカウント、スピードラブ、ほとんど差がありません。タタノ東北 B1、安城のゴーサインに応えるか。先頭変わってミッドデイ、ミッドデイ先頭、残り 200m、 ミッドデイ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ミッドデイ先頭、フリートクリスマス追いすがります。ミッドデイ、ミッドデイ1着、2着にはどうやらフリートクリスマス、勝ったのはミッドデイ、見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 必死に追うレイチェル・アレクサンドラ、2番手はアブルデ・グレイス、レイチェル・アレクサンドラゴールイン、レイチェル・アレクサンドラ1着、2着は微妙です。勝ったのはレイチェル・アレクサンドラ、見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はストリートビジョン、アイボントリベンジ、必死に追いすがります。ルッキンアットラッキー、内から一気にワイズダウン、ルッキンアットラッキー、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、
ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゴーボール4スタートを切りました。ローブトップ、ちょっとタイミングが合いません。リトルマイク前に行きそうです。ブルーミングエンペラー、それに続いています。さらには肩の神や8番アコボーイ、その後ろオートビジョン後方に控えました。前に戻りましょう。先手を取ったのはリトルマイク、2番手にデューバン、肩の神やプロの帽子、ファイティングチャーマー、その後ろ。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはリトルマイク、カレージャスキャット、それに続きます。ゴルディコバすぐ後ろ、肩の神や後位をキープ。並んで13番ブルーミングエンペラー、内からはファイティングチャーマー、その隣にシユーニ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。肩の神や早くも先頭、リトルマイクほとんど差がありません。カレージャスキャット3番手、さあ肩の神やこのまま逃げ切れるでしょうか。肩の神や先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 先頭はゴルディコバ、肩の神や必死に追いすがります。肩の神や食らいつく、ゴルディコバ先頭だ、ゴルディコバ、ゴルディコバ1着、2着にはどうやら肩の神や、勝ったのはゴルディコバ、見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはシェルドオン、綺麗なスタートを切りました。ナチュラルホリデー前に行きそうです。シェルドオン、それに続いています。さらにはサンウェル、8番センターリーダー、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはナチュラルホリデー、カリスマフォルム、そのうちに続いています。その外にギンランドメモリー、その外からキャッスルキャッスル、内からはプリミアペガサス、その外からセンターリーダー、向こう上面に入っていきました。それでは先頭から、先手を取ったのはタタノセルシオ、その外からナチュラルホリデー、その外にギンランドメモリー、その隣にシェルドオン、その横にカリスマフォルム、キャッスルキャッスル、すぐ後ろ、その隣にセンターリーダー、その横にスリーファング、内からはサンウェル、その外からムービー
be success。 ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてタタノセルシオ。ここで先頭が入れ替わりました。ナチュラルホリデー、タタノセルシオ2番手に控えました。シェルドーン3番手。さあタタノセルシオ、このまま逃げ切れるかどうか。最後の追い比べ、先頭はタタノセルシオ。残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。ナチュラルホリデー必死に追います。2番手はナチュラルホリデー、カタノセルシオ。この馬で決まりか。カタノセルシオ1着、カタノセルシオ完勝。カタノセルシオ1着、2着はナチュラルホリデー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノセルシオ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フォアステラス好スタート、シネマボックス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくスーパービッド行きました。続いて前へ行くのはタタノアオチャ、さらにはシネマボックス、8番フォアステラス、その後ろアクティブさん、後ろからになりそうです。各馬サンターニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。では前の方からスーパービッド先手を取りました。その外からフォアステラス、内からはダイヤモンドシャトー。この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはスーパービッド、その外からジオポンティ、タタノアオチャ、好位をキープ、黄色の帽子フォアステラス、その後ろ内からはダイヤモンドシャトー、その外からデュークカフェ、内からはシネマボックス、その隣にステートリービクター。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはスーパービッド、これに続くのがダイヤモンドシャトー、その外にフォアステラス、タタノアオチャ、好位をキープ、すぐ後ろにシネマボックス、その外からデュークカフェ、並んで9番ステートリービクター、チャンプペガサス。この馬もこのグループ、すぐ隣にストロングレッド、その横にダイリボー、すぐ後ろにギャラントフローリック、その隣にパリスロック。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。タタノアオチャ早くも先頭、2番手のジオポンティ先頭を捉える勢いです。スーパービッド3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。タタノアオチャ先頭、あと 200m、 タタノアオチャ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はチャンプペガサス、カタノアオチャ1着、カタノアオチャ完勝。カタノアオチャ1着、2着はチャンプペガサス、カタノアオチャなんと凱旋門賞に続きブリーダーズカップターフも制覇、まさに芝の世界王者です。
こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。ミルバから前に行きそうです。アポロワイン、それに続いています。さらにはノットカントリー、1番ステイイブン、その後ろ東北美人、どうやら後ろからになりそうです。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。前に戻りましょう。先手を取ったのはアポロワイン、これに続くのがノットカントリー、並んで1番ステイイブン、ミルバから、この馬もこのグループ、その外から花形ライラック、その外にストレートヴィーナス、黒の帽子パーフェクトエーマ、その後ろすぐ隣にシャワージョンヌ、その横にワイルドアレグロ、肩の缶巻き、後ろからになりました。タイプタック、そのうちに続いています。その後ろにゴールドダスト、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで花形ライラック先頭に変わりました。ミルバからほとんど差がありません。アポロワイン3番手、大外からオレンジの帽子、肩の缶巻き、伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。花形ライラック先頭、1馬身から2馬身のリード、残り 200m、 花形ライラック先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。肩の缶巻き抜けた。花形ライラック追いすがります。肩の缶巻き1着、2着にはどうやらハイキタック、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは肩の缶巻き。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の中山フェスタ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはレアジパング、綺麗なスタートを切りました。予想通りレアジパング先頭か、レアジパング競りかけていきました。その隣にアーネストリー、その外からキングストレイン、内からはアンダイバルド、その外から東方アラム、並んで16番ブラックシェル、ジャガーメイル、そのうちに続いています。東証シロコ、それに続いています。モンテクリスエース、すぐ後ろ、その外に当選クラウン、その隣にオゲッタム、その横に桜オリオン、しんがりからブレイクランアウト、各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。1番ゴールデンダリア、一気に先頭に立ちました。すぐ後ろにキングストレイン、さらにはジャガーメイル、 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。1番人気のブエナビスタ、現在馬群の中ほどにつけています。この辺りで先頭が変わりました。キングストレイン、まだ粘っています。エアジパング、ほとんど差がありません。中山フェスタ、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。キングストレイル先頭、差はほとんどない。2番手はキングストレイル、さあ手応えはどうか。残り 200m、 先頭は中山フェスタ、先頭は中山フェスタ、中山フェスタ、ここまでか。ブエナビスタ、中山フェスタ追いすがります。ブエナビスタ、ブエナビスタ1着、2着にはどうやら中山フェスタ、ブエナビスタ、1番人気に応える見事な G1 勝利です。